とついていったんですが、今でブバのシュートを出しまして4対2。アタックする、あ、高い身体能力、ブラクシア本当に息をつく暇がありませんね。安藤引きつけて、安藤ノールックパスからピフォー、いや今のはとんでもないアシスト、安藤選手決めましたね。そのピタがディスタッチと逆サイドいきますが、張本自ら打っていく。横浜オリバー前に早い森、そしてジャクソン、なんかいいですね、いいプレー出ましたね。ここでまず森に預けて、で返していったのダンク、はい、こう出させるというのが功を奏してますね。そう、これはアリウッパスになりました。マシューライトからキックアウト、しかししっかりとディフェンスついています。ユートフ抜いていけるか、ユートフのダンクショット、シェーファーを抜いていきました。ハイライトを見てみましょう。ユートフ、まずは先ほどのワンドリブルでここまでいきますからね。はい、西野にルーニャーとボール奪った、バオカボーバウンスの激しいディフェンス、浮かせる、ビッグローナリュープ、これは決まりませんでした。さあ河村がわざとジャクソンへダンク、ジャクソンのダンクで同点だな。河村かわして、はい、ジャクソン欲しがってそこにダンク、しかもファウルでした。2人寄ってきます。そしてラベナかわしてからゴールだ。いや見て、はい、このハッスルプレーにも熱い声援が送られているかもしれません。ね、こういうあの本当にスタッツに残らないプレーがですね、本当にチームに勢いつけますからね。今日川崎は出だしからファジーカ選手がピッカーになるケースが非常に多いですね。ここもそうですね。そうですよね。で長谷川が今行きまして下を通してキーフのダンクになりました。ジョーンズに対しては後半も大阪部がつきます。ここはスイッチして自分で行きましたが落ちる、ターズスキー、うん、ターズスキーダンクで押し込んでいきました。ディフェンスリバウンドからの得点、テクリアルからマシューライト、マシューライトも昨日は10得点だったんですがカエルオフィン、昨日が選手としてはデビュー戦になりました。おお、ダーラム来た、ダーラムのディフェンスから見せ場だ、来た、ピークがプッシュをします。そしてそのままスピードアップ、ピー自分で決めていきました。